おはようございます。釣り子 TV です。ヒュージペンシルのウォーカー出ましたね。これね、なんかシール貼ってあるんですけど、お一人様、1個ってね感じでね、売ってまして、でカラーはねこんな感じのホットタイガーみたいなねカラー今回は選んでみました。そんでもって黄色いお店ね、ヒュージペンシルね、黄色いお店すごい買いやすいなっていうことで、前色ね、揃ってました。たまたま入荷日だったのか、前回のねサイレントもね、他の人気の釣り具店とかだとねもう速攻で売り切れていたんですけども、黄色いお店に行ったところね、新品でね結構ねちゃんとね買うことができたんで、最近ねチラチラ覗いていたんですが、タックルベリーで買うことができました。ヒュージペンシルウォーカーのラトルインモデルですね。で価格が3465円ということで、この手のね大きなサイズのルアーの中ではね、ほんとね買いやすい価格帯なんじゃないかなっていうことで、じゃあね早速ねウォーカー開けていきたいと思いますね。ちょっとねこのボリューム感がね、うわこうちょっとテープでね、ボリューム感がどんな感じかすごい気になっていたんで、はい出てきました。いやーなか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 、あラトルインだからこの独特なねジョロジョロねついてますね。結構ずっとね最近ですねヒュージペンシル使ってたんで、スケーターの方ですね。これはなんか背中の感じとか結構ここら辺がねボリューム感があるなっていうことで、はい持ってきました。これね先行で出ていたスケーターのモデルの方ですけども、こちらですねスケーターのラトルインと、これはですね先日釣れたサイレント、これはね静かなやつですね。でこれもねヒュージペンシルスケーターのラトルインのモデル、この色がね比べやすいですかね、同じ色買えばよかったんですね。はいじゃあね早速ねこの兄弟で、ボリューム感の比較をしていきたいと思います。分かるかな、分かりづらいんですけど手に持ってみるとねだいぶ違うなっていう感じなんですよね。こちらの方がやはりねスリムでねスッスッとねいきそうなシルエットに見えて、こっちの方はもう全体になんかこう肉厚でね、このやっぱりね背中のあたりがねすごい肉がモリモリってある感じで、でお腹の方もこうなんだろう太いところがね結構後ろの方まで続いて、でシュッてね細くなるっていうね、全体のねボリューム感がね、だいぶ違う印象ですね。で、音の仕組みもね違うんですかね、ちょっと透明なものではないんで中が見えないんですけど、スケーターの方がガランゴロンガランゴロンって感じで、ねウォーカーの方がね若干これ2個ぐらい重り入ってるのかな、ちょっと音の感じも全然違いますね。シルエットの差だけかなと思いきや、音もねちょっと違うなっていうことで、ここら辺で音の使い分けなんかもできるんですかね。何よりもまあ動きが違うのかなっていうことで、まだねこの白シーズン続いてますんでね、これでもね魚釣ってみたいなと思いますので、チャンスがあったらね、持っていこうと思います。外見の違いはそんな感じで、ですね説明のところはウォーカーの方の説明を見てみると、
体高のあるファットボディは約30度の浮き姿勢で移動距離を抑えた独木アクション。体高による水押しが強く、ラフウォーターや存在感を出したい時に、最適ですっていうようなね感じで書いてあるんで、なんだろうか、ギュッと水を掴んだ感じで波紋を出していくみたいな、そういうイメージなんですかね。こっちはね先に出てたんでね、いろいろ投げてみたんですけど、とにかく横にねスイースイーってねすごいね飛んでくれるんですよね。いい感じでこう息の長いスケーティングアクションっていうのがね、出しやすいモデルだなって思うんですけども、それに比べてラフウォーターなんかでも水をギュッとね掴みやすいっていう風に書いてあるんで、ピンポイントでこの城がちょっと下の方にいるのかなっていうタイミングとかで、この音とあとはそのなんだろう、その場でギュッギュッとねしっかりと波紋を出すであろう、特性を利用して、食い上げのバイトをね誘発するっていう、そういう感じでしょうかね。なんだろう、この城が、下の方に映っていて水面もざわざわしないんだけども、下の方には確実にこの城がいて、何やらその下にはシーバスもこの城の群れついているみたいだぞ。そんな時とかにこういった誘い出しの強力な波動を出せるモデルっていうのは効いてくるんじゃないかなっていうことで、頭の中ではねこんな感じかなっていうね印象があるんで、ちょっとね実際に釣り場に持って行って、そんな状況の時にねこのウォーカーせっかく変えたので、試してみたいと思います。でね、こんなブラックバスっぽいねカラー、こんなんでね巨大なスズキが釣れたら面白いななんて思いますんで、ちょっとねチャレンジしてみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスから出たですね、ヒュージペンシル4兄弟のこれは、3番目に出たから三男に当たるのかな、ウォーカーのラトルインモデル、これを買ってみて開封してみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。